皆さんこんにちは、ピアニストの赤星かなです。今日は装飾音についてパウル・バデュラ・スコダ先生の著書バッハ演奏法と解釈という本の中で紹介されている大切な装飾音の3原則についてご紹介させていただきたいと思います。パウル・バデュラ・スコダ先生は留学中にロストックに来てマスタークラスを開いてくださったことがありまして、日本からいらっしゃっていた受講生の方の通訳をさせていただいた時に少しお話もさせていただいて、先生のお考えであったりとか装飾音についてだったり、モーツァルトの演奏の仕方だったり、いろんなことを直接お聞きできたりもして、すごくお亡くなりになられたことを知った時にすごくびっくりしたのですが、彼のこの著書っていうのは本当にすごく内容が充実していますので、ぜひご興味のある方はお手に取って読んでいただければと思うのですが、その中でも装飾音の3原則というところが、どんな方であってもすごく意識のしやすいお言葉だなと思うので、ご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目、彼の著書から引用させていただきます。まず一つ目、装飾とは飾ること、美しくすることです。美しく魅力的でないといけないのです。二つ目、装飾するものと装飾されるものの間には自然なバランスがあります。装飾自体は軽く重さはありません。ネックレスがそれをしている女性よりも目立つようでは本末転倒なのです。そして3つ目、伝統や作曲慣習に適用した正しい装飾には一定の自由が許容されます。例えばどこかの暴君が全ての女性に同じ形の宝石を身につけるように命令します。こうなると宝石は装飾品ではなくユニフォームになってしまいますというお言葉を書かれています。私自身装飾音を演奏するときにいつも思い出している言葉で、誰でも意識しやすい3原則だなと思いましたのでご紹介させていただきました。そして彼の装飾音の研究というのは本当に細かく書かれていて、すごく勉強になることがたくさん書かれていますので、もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひお手に取って読んでいただければと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が良かったよ、参考になったよと思ってくださいましたら、ぜひ高評価並びにチャンネル登録もして、また次回の動画も楽しみにお待ちいただけると嬉しいなと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。